それでは花束の贈呈をお願いいたします。日本有数の美しい海岸線、それから歴史、そして世界で最も美しいと言われるロケット発射設備などですね、お客様にはゆったりと流れる島時間というものを存分にご体験いただきたいと、そのように考えておりますので、我々も楽しませていただきます。記念品につきましては、種子島の特産品であります安納芋となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、返礼品の贈呈になります。松井店長から山木店の方へよろしくお願いいたします。紫芋のあんこを練り込んだお菓子です。紫芋美味しいね。ロケットをイメージしてね、こういうのは紫芋がね、特産で少しだけなんですけど、取れるんですよ。種子島のお芋を使ったお菓子です。安納芋の焼き芋の無料配布を行っております。ぜひこの機会にご試食ください。また特産品の点におきましては、特産品の販売を行っておりますので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。繰り返します。ただいま、観光案内のブースにおきまして、焼き芋の無料配布を行っております。ぜひこの機会にご試食していただきたいと思っております。宇宙センターに遊びに行ってきました。途中で道に迷って、親切な方が案内してくださって、とても良かったです。夢がいっぱいあって、もっともっと宇宙頑張って、日本も頑張ってもらいたいなと思います。頑張ってください。また遊びに来ます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。
ある種子島平地を保存会の人はお楽しみいただけましたでしょうか。